何アイスって何でしょう。ヒントは緑ヒントは緑。はあ、冷た。正解まで5、4、3、2、1終了。正解はキウイアイスでした。うん、珍しいよね。でなんかさ、箱で売ってるあの果物のアイスみたいなのにキウイがあるんですよ。リンゴ、ブドウ、リンゴ、キウイの4種類が入ってて、一番最後余ってたやつがキウイでした。あとこれとでっかいスイカバーしかないからさ、でっかいのをこの時間に食べる勇気はない。これちっちゃいんですよ、なんかめっちゃ。そうだからこれにした。ま、私はブドウが結構好きなんだ、そのアイスの中で。ブドウとリンゴが結構好き。でもめっちゃキウイって感じ、美味しい。あ、スーパーカップ買いましたって。うわ、ずる。マジでないねんけど、なんでな、大西んちの近く売ってよ。そう食べたい。そう、髪の毛乾かさなくていいのって。ほんと今上がったばっかりで、お風呂上がってすぐなんて髪の毛乾かせない。大西ほんと髪の毛乾かすのほんと好きじゃない。誰か乾かして。しばらく経ってからじゃないと乾かせないんで。誰か乾かして。うまっ。なんかさ、頭をこうスポッて入れてさ、乾燥してくれるなんかあればいいのに。ワンちゃんとかあるでしょ、自然乾燥してくれる機械。あれの人間の頭バージョン作ってくれたらいいのに。顔も乾燥するか。そんな、いや顔は入れない、この辺だけバーってなんかスポッてかぶったら乾かしてくれるようなやつないかな。結局でも汗かくか。この部屋涼しい。パーマの時に使うやつみたいな、なんか UFO みたいな回ってるやつ。違う、あれか、どうもりのスポってやつ。パーマかけたことないから分からへん。どうもりでさ、髪の毛変身する時になんかズボンって入れられるやつ。違う、知ってるそれ。金魚が泳いでる。花火、あ、何これ、花火大会2022って書いてるから花火が上がってるのこれ。
そういうわけ。あ、今そういう期間らしいって。あ、期間限定なんだ、やだ寂しい、ずっとこれでいてほしい、大西のルーム。ずっとこれがいい。アイスもらえるイベントだって。アイスがもらえるの？そう？そうがいい、おにし。そうもらいたい。そうが欲しい。このイベントでそうはもらえますか？そうがもらえないのなら大丈夫です。そうがもらえないのなら大丈夫。うん、お店は自分でそう買いに行きます。うまっ。そう、限定で欲しいのねって。そう、スーパーカップだとしてもって。そうね、そうが欲しい今は。そうか、こういうちっちゃいアイスが欲しい。大体最近お風呂上がりにアイスを食べるんですよ。そう、日中いることが少ないから、お家に。だから夜、そう、寝る前に食べることが多くて、だから大きいのだとね、罪悪感があるんですよ、食べることに対しての。だからちっちゃいのがいいな。髪乾かしなって。多分ね、ショールームが終わる頃にはね、いい感じに乾いてる気がする。下尾くん毎朝食べるって言ってたって。おいしい。朝食べたらね、お腹死ぬ。小学生やったかな、小学生ぐらいの頃になんか朝からアイス食べて、その後お腹が死んだ記憶がある。朝からアイス食べれない、冷えてるもの食べれない。おいしい。お腹つ、胃が強いのかな、下おばちゃん。もう溶け溶けだ。うまはい。ごちそうさまでした。美味しかった。明日は朝早くないの？明日は早い。早い。わりかし最近はね、そんぐらいの時間帯が続いて、だから髪乾かして寝る。あ、そうじゃん、今年も24時間出るじゃんって。そうなんですよ、明日、今ね現在やっている24時間テレビに明日出演させていただきます。楽しみにしててください。その後はイベントだもんね、アットジャム。そう、そうなんです。大西のこと見つけてね。さ、
どちらも楽しんでって楽しんできます。もう夏も終わるね。ね。うん。8月も終わるね。ほんと。9月だよ。大西が一番好きな。好きなんです9月は。そう、誕生日でしたよねって。そう、誕生日があるっていうのもあるんですけど、そう、9月が一番好きなんです。てか秋が一番好きなんですよね。なんかさ、暑いのか寒いのかで言ったらどっちも本当苦手なんですよ。どっちかで、本当どっちか究極選ぶってなったら冬の方が本当嫌なんですよ。寒い方が本当嫌で、もともと夏好きだったんですよ、西。そう、小学生ぐらいの時。そう。でも、小学生の時のさ、夏はさ、やっぱ夏休みあったしさ、そう、海とかプールとか遊びに行けたから夏が好きだったんですよ。でもやっぱこう年齢を重ねていくごとにさ、もう暑いのもしんどいじゃないですか。そう、であっちあっちっていうこのを耐え切った後に、あ、なんか涼しいみたいな、なんか上着羽織らないけどあってもいいかなぐらいの時期が一番好きなんですよ。そう、そうなんですよ。ちょっと口乾燥してる。そう、なんか、あ、なんか涼しいかもみたいな。ぐらいが一番好き。ね、わかる。夜涼しくなってきて散歩するの好きって、わかる。いいよね、好き。秋服が欲しくなるねって。ね、そうなのよね。あ、またお洋服も変わる変わるしていくよ。コンビニおでんが出始める時期。この間コンビニ寄ったらさ、思いっきり肉まん売っててさ、肉まんってあれ年がら年中売ってるもんなんやな。そう、あれ誰やったっけ、メンバーと話しててんの、あの時やったっけ、まだ売ってるんだね肉まんみたいな。あ、あれだ、あの飲み配信の時だ、ひろゆきさんの。マホピョンとハルピョンとコンビニ行って、その時に売ってるよみたいな、すごくないっていう話をしてた。肉まん、そう、そう、なんか売ってないとこももちろんあるけどさ、今、そう、それこそお西は、お西んちの周りは全然見ないからさ、それからすごいと思って。でも肌寒く、なんか涼しいみたいななってきてさ、そっからちょっと肌寒くなってきてさ、まあ上着絶対いるよなぐらいになってきた時の肉まんは本当に幸せ。
もっと寒くなったらもっと美味しいけど、でも寒くなりすぎたら本当に外に出るのがね辛いんですよ。なんかそれこそさ、去年の冬とかめっちゃさ寒かったやん。なんかお仕事終わってさ家に帰るまでの間さ寒くて、でなんかその日めっちゃ風とかも吹いてて、もう無理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 ってなんか言いながら言いながらっていうかもう唱えながらさ、夏はそんなことないのよ、暑ぐらいやん、もう冬はもう無理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 って言いながら帰ってた記憶が本当めちゃめちゃ残ってて、だから本当に冬嫌なんですよね。おにし無理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 、消えたいってなる、なんかもうパッて消えてサンって家の中にいたいみたいな、わかる、なんかもう瞬間移動がしたいのよ、もうその場にいたくないってなる、もう本当やばい、嫌なんですよ本当冬。そう、秋が過ぎちゃうと来ちゃうよ冬が。そう、冬は冬でね好きだったんですけどね、ちょっと最近冬お家で過ごす冬は大好き、こたつに入るのも大好きだし、お鍋食べれるのも好きだし、いっぱい、そう冬はねお家で過ごすのは大好きな、そう、でも外に行って寒いってなるのが嫌だ。そうなんですよ、寒いのが苦手で、あとね肩凝っちゃうの冬服で、大西そう重ね着をするのがね苦手で、首とか肩とか痛くなっちゃう、重くなっちゃうの、そう、そう重ね着もちょっと苦手だから冬寒いんですよ、あと力入るじゃん、ううって、そう、そうなのよね、冬は汗かかないから好きって、まあでもそれはそうだね、夏のさ嫌なところって、まあそれこそ最近コロナでさマスクをさずっとしてるじゃない、だから余計にさメイクが崩れるのよ汗で、それは大西も本当に嫌だ、冬はね汗そんなかかないからねメイクが崩れないからマスクの中も蒸れないし、その点は好きなんですけどね、息を吸うのも冷たくて鼻痛くてピエンって感じ、冬の楽しみはってこたつこたつは大好きよ、にし本当にずっと入ってたい、そうこたつ大好きなんですよね、今年もだいぶ長く出してたよ、春過ぎてもこたつ出してた気する、奈良の冬って寒いのって寒いよ、奈良はね夏は暑いし冬は寒いの盆地だから寒いよ、そうこたつ入ったら動けなくなるよねってね、そうなのよ、もうこたつでね寝落ちしちゃダメって言われてる、よく寝落ちしちゃってた、気持ちが良すぎてもう話してくれないの、大西のこと好きすぎてこたつの方がね、もちろん大西もこたつを愛してる、でもそれ以上にこたつが大西を愛してるからもう離れられない、そう愛されちゃってるこたつに、
愛し愛されの関係性そうそうなの。そうなのよそう、まあ、毎年付き合っては別れ付き合っては別れって復縁してる感じにはなるんですけど、まあでも今のこたつは一回付き合って今年のまあ梅雨ぐらいに一回別れて、でもなんかもうそろそろ恋しくなってくる季節だなって思うから、多分ね冬までにはね多分復縁してると思う。そう、今のこたつは新しい今年の1月に今年の1月に来た子だから、そうそう別れた理由はってやっぱ思いが熱すぎていや熱いのは嬉しいの、気持ちとしてはすごく嬉しい、でもそれが気持ちを通り越して体温としての熱いになってきちゃったからそう、気持ちはどれだけ熱くても嬉しいの、そうちょっとそれを通り過ぎちゃったかなっていう、そう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 、そうなのよ。あとその元恋人の今のこたつは、あの子はね調節ができない子なんですよね。そうスイッチオンにしたらただただあったかくなるっていう、 いい子なんですよ、素直でいい子なんです、だからそういいところでもあり悪いところでもあったのかなっていう今思えば、ね、だからでも今でも好きだし大西は、またその熱い愛が欲しいって思う時期も多分ね来ると思うから、またそうなったらちょっとまた連絡してみようかなって思ってる。そう茶色い布団を持って行ってかけてあげようと思う。夏の恋人はって、夏の恋人はねいい子なんですよ、あの子は冬にでもねあの変わってくれるんです、変化を遂げてくれる、クーラーって子なんですけど、夏の時はね涼しい空気を出してくれて、冬になるとね虫は暖かい風で包んでくれるから、そうなんですよそういい子、コタコいらない説って、まあなんだろうね、正直エアコンだけでも生活はしていけてたのよ今までの冬もね、でもやっぱりどこかねぽっかりちょっと穴が開いていて心に、それをすごく埋めてくれたのがこたつだったので、そうだから恩人にとってはかけがえのない存在なんです。エアコンだけじゃ物足りないのねって、物足りなくはない、物足りなくはないけどいや別に二股とかするタイプじゃないけどじゃないけど、なんならあのあれも欲しいからね、布団の中にさ入れるヒーターみたいなやつ
すら欲しい。やばい、目移りしちゃう。いっぱい欲しくなっちゃう。足が冷たいんですよ、布団の中に入ったら。嘘。三万た。ディディなんです。でも大西もちゃんと全員一人一人愛してるの。そう。やばいな、これ人間に置き換えたらちょっとやばい話になってきちゃうな。やめとこ、これ以上。やめとこやめとこ。そうなのよ、恐ろしい。電気毛布いいよって。確かに電気毛布めっちゃいいよね。おばあちゃん家にさ、絨毯、電気絨毯みたいなのがあって、めっちゃお尻あったかかった。そう、あ、40分やって、ありがとう。じゃあ、あと5分したら終わるわ。ちょうど髪の毛も乾いてきた頃合い。でも何にもいらない秋が好きなんだよねって。そう。結局ね、結局大西は一人でいいってことだ。じゃあもう、やっぱ結局大西は独り身がいいんだ。そっか、そういうことだったか。マジか。自由だからね。そうね。誰も美味しいしって。そうなのよ、秋ってさ、いいよね。涼しくなってくるし、紅葉綺麗だし、食べ物も美味しいし、読書も秋だし。そう、そう、読書はね、そうだね、うん、って感じだけど。秋の味覚何が好きって。秋なんやろう。栗ご飯とか、おばあちゃん作ってた栗ご飯。あ、きのこがいて、あ、でもきのこもいいよね。きのこいいよね。栗ご飯おいしいって。おいしいよね栗ご飯。好きよ。おにし、さんまって。サンマはね、お西はね、あれなの、もし焼き魚がね、まあ普通に好きなんですけど、お西魚はね、煮魚が大好きなんですよ。そう、だからサンマも好きだけど、サンマはだいたい焼き魚多いじゃない。だから牡蠣やって、牡蠣、果物の牡蠣、牡蠣美味しいよね。牡蠣大好き、お西。サバもあれは秋なの？サバは大好き。サバの味噌煮とか大好き。よく食べる。買ってきて。そう、梨はって、梨なんてもう果物の中で1位2位を争うぐらい大好き。梨ほんと大好き、大西。ほんとに好き。そう、桃と梨がどっちが1位かなっていうぐらい。うん、そう、そうなのよね。梨とリンゴはって、梨リンゴも好きなんだけどね、梨が大好きなんです。本当に本当に好き。美味しいよね。そろそろ時間だよって。最近目悪くなってさ、今すごいイントネーションだった。目悪くなってさ、45分か44分か。 OK、 じゃあそろそろ
終わって髪でも乾かしていこうかな。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、コバアットマーク大西推し、本日誕生日ですさん、ありがとうございます。イエイ。 あれかな、タワーくださったのかな、ありがとう。とで読もう。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が直樹さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が、あ、変わったね、もう一回いきます1位コバットマーク大西推し、本日誕生日ですさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が直樹さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がひろかしんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がよっちゃん&ゆうさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が、リエボアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が河内さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとう。そして1位の方って合ってるかな、相変わらず大西のギフト欄が見えないんでございますが、合ってるね。じゃあ読んでいきます。コバアットマーク大西推し、本日誕生日ですさん、コバさん、コバさん、コバさん、誕生日タワーありがとうございます。ありがとうありがとう、誕生日おめでとうありがくまーん、誕生日おめでとうございます。パチ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 ありがとうございます。最近はいろんなタワーがあっても難しいリガタワーじゃなくなっちゃったから、リガックマ難しいね。ありがとう。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では明日は24時間テレビとアットジャム、ぜひぜひ楽しみにしていてください。頑張ります。ではバイバイ、おやすみなさい。バイバイ、おやすみ。